ドウエイト・ウィットニー・ラーネッドは、アメリカ合衆国出身の教育者、改修派の外国伝道組織アメリカンボードの、宣教師。同志社大学、第二大学長。コネチカット州出身。1873年に、イェール大学大学院修了後、25歳にして、ミズーリ州、セイアー大学教授に就任する。その2年後に職を退き、 日本にト来する。1876年4月から新島城を助ける、ため早々期の同志者の教育に尽くす。専門の聖書、神学、キリスト教教会史教理史新約釈技のほか数学、物理学、天文学、ギリシャ語、ラテン語など、多岐にわたって講義を担当した。1886年から1908年にわたって、 役官された新薬聖書中会書は聖書全巻にわたる中会としては最も古い。その後の聖書和訳の改定に伴ってこれらの改訂版も出たほか、ローマ教会論、キリスト教会歴史など多くの著書がある。八百七十八年から八百九十二年にかけて行われた経済学、政治学の講義は当時七十一雑報に 経済学略記、国雑誌に政治学大位として掲載され、後、経済新論、経済学の原理として役官された。また、日本の学校で最初に社会主義を抗議したのは、ラーネッドと言われている。学問の最高権威と言われた、帝国大学の学生の中には、特にある時期だけ同志者に来て、ラーネッドの長高生になった者も,もいた。 富岡康介によれば、右手に聖書、左手に経済学と述べていたとされるほどの真摯な教育者であった。1919年同志社大学学長に就任。1928年、退任して帰国。ラーネッドから影響を受けた学生には、近代日本に多大な貢献をした、徳富祖宝安倍宗、海老名団長、尾崎高堂。 深い英語、浮田和民などがいる。徳富祖法は、記者が、幼少の際、先生として指示したる人は、ほとんどいない。間に我氏というをあえてする者は、ただラーネッド先生一人のみと述べている。ラーネッドの愛称の言葉は、ラーントゥライブライブトゥーラーン高橋正夫69ページ、田中秀臣、沈黙と抵抗ある知識人の生涯、評伝。 住谷越寺藤原書店2001年245ページ同志社資料編さ書同志社90年少子学校法人同志社1965年112ページありがとうございます